や、最近本当に思うんですけれども、いい時代になりましたね。まあ、例えば、本ですが、本屋さんによく行くんですね。皆さんもそうだと思うんですけども、ちょっと時間があると、本屋さんに行ったり、お使いの帰りに本屋さんに行って、時間がかかったと、怒られたりというようなことがあるんですが、まあ、小さい時から本が随分好きで、いろいろ本を読んできました。で、本読んでるうちに、まあ、一緒に、一度でいいから、本を自分が書いてみたいな、何について書くかということは別ですけども、思ったんですね。で、もう最近その本をですね、作って販売するという本来は出版社に行っていた。これ自分一人でできる時代になっちゃったんですね。皆さんもご存知だと思いますが、Amazon の Kindle に代表されるような新しい方法ですね。で、これはその本の内容次第、コンテンツ次第で大人気になって、そして大金をですね、稼ぐというようなことができるような新しい時代になってきました。まあ、本といってもこういう紙の本ですね。ではなくて、まあ、プリントアウトすれば紙になるとか、そういうその電子出版というものですね。こういうものが広く、まさに広がりつつあるということですね。まあ、YouTube も同じですが、人気が出れば、テレビの世界に。それから、そういう電子出版の本も、人気が出れば、今度は、紙の本のものだというようなチャンスになってきた。私の世代からすると、いい時代になったなぁ、というのですね。で、それはこちらに置いておきまして、今日のその話のテーマは、最初の本の頼まれ方です。これは私は原稿を書いて出版社に持って行って、検討してくださいというような、そういう経験は一度もないんですね。全部こう頼まれるっていう形で書いて、70冊の本を書いた。ちょっとその話をさせていただきたいと思います。すぐに先にいろんなことを忘れるが、忘れないうちにですね、ちょっと本のプリテントですね。何回も出てきていますけれども、ちょっとご覧ください。こういう本ですね。これはもともと、英語教室の先生がゲームを通して、英語を指導しようと。その時の、いわゆるネタ本に当たるものということで書いたものなんですね。これ、プレゼントするようにしますので、お楽しみください。今日の本題はですね、まあ、本題が2回続くようで申し訳ないんですけども、私たちは、夢があります。まあ、英語教育をしている人間でも何でも構いません。学校の先生でも、それから何とか教室のですね、先生でもそうだと思うんですけども、ご自分が身につけた技術やら知識、そういったもののノウハウを本を書いて人々に伝えたいということがあると思うんですね。で、私も、英会話マスターの方法、本当に英会話マスターしているわけではないんですが、まあ、一応タイトルとしてはですね、英会話マスターの方法。あるいは、英語ペラペラになる方法というような、タイトルで本を書きたかった。美味しいラーメン屋さんの本でも何でもいいんですけども、そういうものをこう人に伝えたいっていう夢がありますよね。じゃあ、現実はどうなのかというと、私が最初に本を書いたのは1980年代の初めですから、今から40数年前ということになります。その頃私はもう完璧に無名でした。自分が住んでる街で、教室をスタートさせたということで、ちょこっとそういう意味で知られていた。その頃、珍しかった国際結婚だったもんですから、珍しいということで、ちょこっと知られていた程度で、いわゆる業界で言うと完璧に無名だったわけですね。そして、業績らしい業績っていうのはない。しかも本の書き方、本の書き方というのがあるんですが、書き方については全く知らない。そして、参考になる身近に、出版をした経験を持っている人が一つもない。で、指が一本余っちゃったんですけども、あ、お金がない。ない土地だったんですね。で、そういう現実の中で、どうしてそこから最初の一冊の本。これはですね、ちょっと付箋を貼ってるんであって、これです。この本を書いてくれないと言われるようになったかということですが。そして他の人は業界における実績を当然持っておりません。最初の本がどういうように、書いてくれというように舞い込んできたかということを考えると、3つの重要なポイントがあったように思います。最初のポイント、これはですね、笑っちゃうかもしれませんけども、祈れっていうことだ。本を書く自分、本は書いてないんですけど、本を書いてる自分をイメージしながら祈れっていうことだ。誰かの話を聞いて、そういうように思ったわけです。これは、アメリカの実業家にポール・マイヤー
ポール・ジェイ・マイヤーという方がおられて、その人が書いた本ではなくて、その人について書いた本があったんですね。カイドウ・マモルさん、この人の本をですね、本の中に登場するマイヤーさんと一度もお会いしたこと、読んでいるうちに輝いて見えてきたんです。ポールさんが言われること、これはもう祈れっていうことですから、まあ、今風に言うと非常にこうスピリチュアルなアプローチなんですが、その通りなんですね。あるいはイメージングの科学って言いますか、人間のこう心理に基づいたことなんですよ。特に宗教っぽいっていうことではなく、おそらくその宗教の根本であるようなことに触れているんじゃないかな、と自分が思うんですけれども、2番目です。夢を忘れない生活のルーチンを作れということです。まあ、ルーチンというように発音するか、ルーティーンというように発音するかということは、これ表記上の問題ですが、まあ、ここはちょっと、ルーチンというように言いましょう。夢を忘れない生活ルーチンを作るというのはどういうことかなんですが、これは、マイヤーさんが、新入社員を、雇うときに夢を聞いたそうなんですね。まあ、マイヤーさんの会社はその保険代理店なんですけども、その保険代理店というのは契約の内容によって非常に大きな収入が営業の方に入ってくるということですね。そういうような意味では夢を持っている人たちが多く集まる。また、その業界で夢を持ってないと、なかなか厳しいセールスの世界で生き残っていくことはできないということで、夢を持っている人を集めていたようなんですね。そして、ある社員の話をしました。その社員は、まあ、車が好きで、ポルシェを欲しいというようにですね、思っていたそうなんです。そこで社員さんのこうポテンシャルを強く感じ取ったマイヤーさんが、新入社員さんをポルシェの代理店に連れてきました。いわゆるポルシェのディーラーですね。で、そこでポルシェを買い与えたんではないんですよ。ポルシェの横でニコニコしている社員さんの写真を撮る。で、ポルシェの中に、社内に入ってハンドルを握っている社員さんの写真を撮る。まあ、いろいろな角度から、あたかも自分のものにしているかのような社員さんの写真を撮り。そして、それをプリントアウトして、社員さんの机の周り、デスク周りですね。ベッドルームの一番目につくところ。それから、トイレ。それから、社員さんの手帳の表紙の裏側。そういったところに、貼るようにして。いつでも自分が夢にしていること。それを忘れない生活のルーティンといいますか、ライフスタイルっていうのを作り上げて、その中で生活するようにすると。そういう実例を、そして、そのポルシェを見事自分のものにするというその社員さん、それモチベーションというところで話をして、そういう具体的な例をしたんですね。では私の場合にはどうなるんだろうなと思ったんですが、まず本を書くイメージっていうどういうものかよく分からなかったんですね。まあ、その時代ですから今と違ってパソコンがなくって、原稿用紙にこうペンで書くというスタイルです。ここから始まったんですけれども、もう無理やりイメージするようにしました。そして、そういうことをやっている自分を漫画風にして、いろいろなところですね、まあ、自分の家なんですけどもね、仕事場にそれやると、変に思われますので、いや、変によってそれぐらいやらなければいけないんでしょうけど、まあ、夢を忘れないために自分の家の中でそれをやりました。はい、まあ、その時はうちの奥さん、一体何をやってるんだろう、この人はっていう、ように思ったようです。仕事場では1日の3分の1の時間を仕事場で使ってますので、仕事場を組み込まないわけにはいかないので、私の仕事場の黒電話に向かって、まず最初に仕事場に入りますよね。で、仕事場から家に帰る夜ですね、もう一番最後になりますから、誰もいないとか、仕事を終えるとき、電話に向かってお祈りしたんです。それは仕事のオファーが電話でかかってくるだろうという思っていたんです。ですから、電話に向かって、どうぞ仕事のオファーがありますように、その当時オファーという言葉を使わなかったですね、本を書く依頼の電話がかかってくるようにということをお祈りして、原稿用紙に書いている自分をイメージしながらやりました。どれぐらいの期間やったのか、実はこれが3番目です。夢を実現するには、その夢の実現に締め切りを設定しなさいというのが、マイヤーさんの何回か書いているんであれば書くことがなんとなく実感できますから、締め切りはこれぐらいというね、想像できたかもですが、書いたことない人間に、その夢が実現するのに締め切りを設定しろって、これはすごい難しかったんです。
いや、三つとも難しかったんです。自分をイメージしながら。これも難しいですよね、当然。で、二番目は、二番目そんなに難しくはなかったんです。で、仕事場の黒電話に向かって、お祈りをするということですから。三番目です。夢の実現の締め切り日です。一年以内。いや、半年以内。三ヶ月以内。私は設定したのは、ちょっと、1ヶ月以内に黒電話にかかってくる。誰がかかってるかわからないんですが、ポール・ジェイマニーさん、信じて、乗れ。そしてその結果、どうなったのか。では、次に、どうかお知らせします。あ、そうそうそう。すぐに忘れちゃうんですか。たくさんはないんですけども、まだ何冊か残ってます。でも登りますとね、あとはアマゾンで、古本扱いです。小学生英語を教えている先生、それからそういう教室は開いてはないんですけども、自分の英語に、まあ、それで、自分の子育て英語を取り入れているような若いお母さんですね。あるいは、お孫さんを少し英語教育しちゃおうというような、若いおばあさんがですね、お送りしますので、私の方に、メールをいただきますようにお願いします。それでは次の動画をお待ちください。